単用機とは、飛行機において、揚力を得るための主翼が一枚だけあるものを言う。アルベルト・サントス・デュモンのドゥモアゼル号のレプリカ。ジグムント・プワフスキの P11。現在の飛行機のほとんどは、主翼が一枚だけの単用機である。しかしながら1940年代以前の古い飛行機、あるいは軽飛行機には、主翼が二枚以上あるものもあり、それらと区別する際に単用機と称する。 ちなみに飛行機の主翼は多くが胴体の左右にそれぞれ取り付けられており、単葉機といっても実際には2枚の主翼を持つ。単葉機の主翼が1枚というのは、左右それぞれの主翼を合わせて1枚と数える。もっとも胴体内部で左右の主翼が繋がっていたり、あるいは胴体が主翼から吊り下がるように配置されていたりするなど、本当に主翼が1枚の飛行機もある。 それに対して、主翼が上下に2枚以上のものは、副用機と呼び、特に3枚のものを3容器、4枚以上のものは、多容機と呼ぶこともある。2枚以上の翼を前後に配置したものは、タンデム翼機と呼ばれる。世界最初に、有人動力飛行した、ライトフライヤー号以来、飛行機は、副用機が中心であった。当時の飛行機の構造材は木や布が中心であり、重量のある。 金属材料はエンジン以外にはほとんど採用されていなかった。そこで軽くてかつ強度を保つため、主翼を2枚以上とし、上下に重ね、その主翼をワイヤーや桁で連結することによって必要な強度を得た。速度性能を重視した機体でわずかながら単葉機の採用が見られたものの、ワイヤーで釣って強度を保つ構造には変わりなかった。 1930年代後半には金属製で強度のある主翼構造の研究が進み、また飛行速度が重視されるようになってきたことから単葉機が一般的となっていった。最初の近代的な単葉機として知られる P1 はポーランドのジグムント・プワフスキの開発したガル翼を使用しており世界の注目を集めた。とは言うものの 単用機はそれ自体で強度を保つ設計が必要であるため、金属製であったとしても従来の複用機の主翼よりは厚くなる。そのため必ずしも複用機よりも空気力学的に優れるわけではなく、1920年代から40年代までは複用機と単容器が併用された過渡期であった。しかしながら主翼断面の設計も進歩し、厚い主翼であっても、 空気抵抗を低減できるようになり、単容器へと移行した。とはいえ、服容器よりも主翼が厚いことは、この翼内スペースを利用できるという利点もあった。一番のメリットは翼内に燃料を搭載できることで、ある。燃料タンクの配置位置が悪いと、燃料の消費によって、機体の重量バランスを崩すという問題があった。その点において、翼内という位置は、 燃料タンクの設置場所として最適であった。そのため単容器は副容器よりも航続距離が長いものが多い。特に有名なのは P-51 戦闘機である。操縦翼の採用により主翼の空気抵抗を軽減したことで知られるが、従来の主翼よりもむしろ厚いために主翼内部のスペースが増し、大きな航続距離を持つことで知られる。また、 空気抵抗の低減のため主脚の引き込み構造が採用されると引き込み時の主脚の収納場所としても主翼内を利用するようになった。引き込み足と併用することにより空気力学的な面において単葉機は副葉機を全面的に凌化するようになった。空気抵抗と揚力ロスのもとになる翼端渦発生源が減少する分、単葉機は 服用機以上より燃費が向上する面もある。また戦闘機の場合は、機銃搭載スペースとして、攻撃機、爆撃機の場合は爆弾などの釣りかか所として、主翼を利用するにあたっても、厚く頑丈な単用機の主翼の方が都合が良かった。現代では、単用構造は主な機種のほとんどに採用されており、かつて主流であった、服用機を見る機会は少なくなっている。 低翼機、中翼機、高翼機、パラソル翼機、単翼機において、主翼の胴体への取り付け方法には、大きく分けて、低翼、中翼、高翼の3方式がある。胴体上方に離れて配置する、パラソル翼という形式もある。ありがとうございます。